清和小学校の6年生が地域の人と協力し交通安全を呼びかける啓発パレードを6月21日校区内で行いました。パレードには6年生およそ60人が参加し、息の合った演奏を響かせながらおよそ2キロを行進しました。清和小学校は校区内に国道が2本通っているため交通量が多く、事故の危険性も高いことから、代々受け継がれてきた鼓笛隊の演奏で地域住民やドライバーに交通安全を呼びかけようと毎年パレードを行っています。この日、児童たちは強い日差しが照りつける中、地域の人と協力しながらおよそ1時間パレードを行い、元気な笑顔と美しい音色を響かせながら交通安全を呼びかけていました。今日はみんなで一致団結してそのいい演奏ができたと思いました。みんなと一緒に演奏したりしてとても楽しかったです。交通事故がなくてみんなで仲良くなればいいと思います。全国の自治体が制作した広報媒体を表彰する全国広報コンクールで、唐津市が制作した動画、佐賀出会いサポートセンターで会いましょうが、特別賞の読売新聞社賞を受賞しました。6月21日は、秋田県横手市で表彰式が行われ、受賞したすべての自治体が紹介された後、代表自治体が賞状を受け取りました。唐津市が受賞した佐賀出会いサポートセンターで会いましょうは、佐賀県が運営する出会い創出事業、佐賀出会いサポートセンターの利用の流れを、唐津城マスコットキャラクターカラワンくんが主人公の物語で紹介した動画で、移住定住促進課が企画立案、校長広報課が制作しました。全国広報コンクールの動画部門には、全国の都道府県を代表した46本が寄せられ、佐賀県代表の唐津市が住民の目線を生かした特に優れている作品を対象に贈られる読売新聞社賞を受賞しました。名誉ある賞、読売新聞社賞の方をいただきまして、非常に大変嬉しく思っているところです。今後も、こういった、市の役に立つような市民の人に役立つような広報をしていければと思ってます。なお、今回受賞した佐賀出会いサポートセンターで会いましょうは、 YouTube の唐津市公式チャンネルでご覧いただけます。出会いのチャンスは、住宅用火災警報器の普及啓発を図ろうと、6月22日、北畑徳須恵のパン販売店、ソラコッペプラスで啓発イベントを行いました。このイベントは、6月1日から6月7日まで実施された、九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーンの一環として、唐津市消防本部が行ったものです。イベントでは、住宅用火災警報器の普及啓発を促すトイレットペーパーなどの啓発グッズを配布したほか、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどの不具合が生じる場合があることから、点検や交換の必要性などを来場者に呼びかけました。唐津市消防本部では、住宅用火災警報器の取り付け、交換の支援を行っております。65歳以上の世帯のみの方など、取り付けが困難な方を対象に、無料で取り付け交換の支援をさせていただいてますので、必要な方、要望がある方は唐津市消防本部予防課の方までお問い合わせお願いします。このユニカール交流大会、始動式を始めます。
賀2024国民スポーツ大会のデモンストレーションスポーツユニカール競技が6月23日渡田大通の文化体育館で行われ、県内から12チーム60人が交流大会を楽しみました。デモスポは本大会の代表選手ではなくても参加できる国スポ競技の一つです。唐津市で行われたユニカールは氷上スポーツ、カーリングを室内で楽しめるように考案されたニュースポーツで、取っ手のついたプラスチック製のストーンを専用のカーペット上で滑らせて得点を競います。選手たちは5人1チームで1セット3投ずつの試合に交代で出場し、ストーンを慎重に投げていきました。味方チームのストーンを押し出したり、力加減を間違ったりしても、大会では終始笑顔があふれ、楽しい交流になりました。1試合目で、PK 戦で勝てて嬉しかったです。バスケもこれから頑張るので、国スポのバスケ見に行かせてください。大人も子どもも一緒に楽しめるのが一番いいなと思ったのと、国スポこれで子どもたちも興味持ってくれたと思うので、一緒に参観できたらいいなと思います。楽しかったです。唐津市では今後、佐賀2024国スポのデモスポ競技としてはスケートボードと滝登りの2種目が予定されていて、正式競技は9月のソフトテニスからスタートします。第4回呼子よさこい水耕祭りが6月23日呼子殿の浦体育館と呼子公民館で開かれ、参加者が元気あふれる踊りを披露しました。呼子よさこい水耕祭りは呼子町を訪れた観光客をもてなし、新たなにぎわいにつなげようと実行委員会が3年前から開いているものです。今年は市内のよさこいチーム唐津舞歌集やダンスチーム NNP をはじめ、福岡県や大分県など県内外から28チーム、およそ320人が参加しました。今年から呼子台場港プラザをメイン会場に、呼子朝市通りなど4会場で踊りが披露される予定でしたが、この日は雨となり、呼子殿の浦体育館をメイン会場として開かれました。参加者は華やかな衣装を身にまとい、メンバー同士息の合った元気あふれるパフォーマンスを披露したり、軽快な音楽に合わせたステップを披露したりしながら来場者を魅了していました。6月23日から始まった男女共同参画週間に合わせ、市内で活動する団体の取り組み内容などを紹介するパネル展を現在市役所本庁1階の市民ホールで開いています。このパネル展は、職場や学校、家庭、地域で性別にかかわらず、一人一人が個性と能力を発揮し、心豊かな生活を送るために必要な考え方や行動について理解を深めてもらおうと、市が開いているものです。会場には、男女共同参画に関する7団体の活動などを、写真や文章でまとめて紹介しているほか、男女共同参画の視点を取り入れた地域防災についての資料もあり、多様性を考慮した避難所運営のポイントも紹介しています。男女共同参画週間パネル展は6月29日土曜日まで市役所本庁1階市民ホールで開催しています。7月上旬からは各市民センターなどで巡回展示を予定しています。
観覧は無料です。園児を対象にした環境教室と海の安全教室が6月24日和田田崎井市の陵侑幼稚園で開かれました。この教室は次世代を担う子どもたちに海の環境を守る大切さと安全に海に親しむための知識を身につけてもらおうと、唐津海上保安部と佐賀県水難救済会が連携し開いているものです。安全教室では代表の園児が海で安全に遊ぶためにライフジャケットを装着することの大切さを体験したほか、溺れている人を見つけた場合の対処方法を学ぼうと年長児およそ80人が浮き輪投げに挑戦しました。また紙芝居を使った環境教室では、海を旅するウミガメがビニール袋をクラゲと間違えて食べ苦しむ様子が紹介され、園児たちは海の環境を守る大切さを学んでいる様子でした。このあと園児たちは唐津海上保安部の職員と東の浜を訪れ、砂浜に落ちているプラスチックごみなどを拾い集め、身近でできる環境保全の活動を体験しました。ゲームが楽しかった。プラスチックとかのゴミを拾わないといけない。花を育て思いやりの心を育む人権の花運動の推進校に今年度西唐津小学校が選ばれ、6月25日は主催する唐津伊万里人権啓発活動地域ネットワーク協議会から学校に運動の看板と花苗が贈られました。人権の花運動は協力して花を育てることで命の大切さを感じ、優しく思いやりのある心を育んでもらおうと行われているもので、今年度の推進校西唐津小学校には5種類の花の苗84本が贈られました。児童たちは協力しながらマリーゴールドやサルビア、日々草などの花苗をビニールポットから取り出し、プランターに丁寧に植えました。みんなが笑顔になるような花に育ってほしいなと思って植えました。虫も人間も花もみんな命なので、命を大切にしてほしいという心で植えました。花も命があるので心を込めてちゃんと植えました。この日植えた花苗は中庭への通路に飾られ、4年生が中心になって水やりなどの管理を行い、11月には感謝式を行う予定だということです。加唐島、マダラ島、小川島の3島で行っている交流授業を6月26日加唐島で行い、加唐小中学校とマダラ小中学校の児童生徒が交流を深めました。離島間交流行事は他の離島の歴史や文化に触れるとともに、互いの考え方や自分とは違う意見を知り、多様な学びにつなげようと毎年行っているものです。この日はマダラ小中学校の児童と生徒14人が加唐小中学校を訪れ、学年ごとに授業を行ったほか、グループごとに島を探検するフィールドワークやプールの特別授業などに取り組みました。マダラ島と一緒に仲を深めれたのでよかったです。プールの自由時間のビート板を使ったのが楽しかったです。いろんなところに回れて、しっかり紹介も
まだら小の子たちにできて嬉しかったです。いろいろな人とか、こう猫っていうか、こう自然が豊かでした。次回は、加唐小中学校の児童と生徒が10月に小川小中学校を訪れるということです。唐津市民文化祭唐津社友会写真展が現在新港町の近代図書館で開かれています。昭和55年に発足した唐津社友会は、写真を通じて出会う人とのつながりを大切にしながら活動する写真愛好家グループで、現在は40代から70代までの8人で活動しています。写真展には年に数回行う撮影旅行での写真や日常を切り取った写真、唐津町をテーマにした写真など42点が展示され、来場者は会員に話を聞きながら作品を楽しんでいる様子でした。唐津社友会写真展は6月30日日曜日まで新港町の近代図書館1階美術ホールで開かれています。開館時間は午前10時から午後6時までで、最終日の30日は午後5時で終了します。入場は無料です。6月の定例記者会見を27日に市役所本庁で開き、日常生活で医療的なケアが必要な人やその家族のための交流防災ステーションの開設、佐賀2024開催90日前記念イベントについて峰達郎唐津市長が説明しました。医療的ケア児とその家族のための交流防災ステーションは、千代田町の唐津救急医療センター2階に7月1日から開設するもので、医療的ケアが必要な人の交流イベントや情報交換の場として活用するほか、災害発生時には医療機器対応蓄電池や医療用ポータブル吸引器など防災備品を設置し、専用の避難場所として開設します。7月21日はオープニングイベントを予定していて、唐津南高校と西九州大学が考えた災害支援食の紹介や、ポータブル蓄電池の操作説明、避難所に設置する資機材の展示などを行います。このほか、佐賀2024開催90日前を記念して、スポーツフェスティバル in 唐津を7月7日に渡田大通の文化体育館で開催します。当日は、福岡ソフトバンクホークスやメジャーリーグなどで活躍したプロ野球選手、川崎宗則さんを招いたトークイベントを行うほか、車椅子バスケットボールやミニテニスなどの各種競技体験、ニュースポーツの体験会も開きます。この定例記者会見の模様は、YouTube の唐津市公式チャンネルで配信します。社会科の学習で憲法や地方自治について学んでいる大地小学校の6年生が、6月27日、唐津市議会議場で子ども議会を開き、議会の流れを体験しました。子ども議会は唐津の子どもたちに地域の課題について考え、地域社会の一員としての自覚を持ってもらおうと開かれたものです。議会では、児童たちが市議会議員を務め、
唐津市の子育て支援を充実させるために児童たちが事前に考えた授乳室の設置数を増やす、子ども服お譲りコーナーを増やすの2つの提案について議論しました。子ども服お譲りコーナーを作るのにはどのくらいの期間がかかりますか。議員役の児童の質問に対して市長役の職員は本番さながらに答弁しました。児童たちは普段体験できない議場の雰囲気に緊張しながらも地方自治の在り方について理解を深めている様子でした。あまり来れない部屋に来れたので、大人になっても一度来てみたいです。とても緊張感があり、でも自分の意見を言うのがとても楽しく感じました。今日学んだことを次の学習などに生かしていけたらなと思いました。7月の社会を明るくする運動協調月間を前に、6月27日、犯罪や非行のない明るい社会を目指そうと、市役所本庁で内閣総理大臣のメッセージ伝達や街頭広報出発式などを行いました。はじめに唐津限界地区推進委員会委員長の峰達郎唐津市長と佐賀保護観察所の木村直樹所長が挨拶しました。お一人お一人が人を思い、地域を挙げて生きづらさを持つ人を包み込む社会、いわゆる包摂的な社会の実現に向けて、すべての人が団結をして取り組むことが重要でございます。本年も犯罪や本来明るい地域づくりに向けて、社会を明るくする運動をさらに大きく推進していただきますよう、お願い申し上げ、私のご挨拶をさせていただきます。この運動は犯罪や非行を防止し、罪を犯した人たちの更生について国民の理解を深めようと法務省が呼びかけ、全国的に実施されているものです。このあと大島保育園の年長児5人が運動を盛り上げようと力強い和太鼓演奏を披露し、参加者は理解と協力を呼びかけるための広報活動へと出発していきました。
近代図書館からのお知らせです。偽造カード使用防止の法改正のため5月28日から図書館利用者カードとマイナンバーカードの連携が新しくなりました。図書館利用者カードとマイナンバーカード連携の手続きに必要なものは図書館利用者カード、マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号です。今回新しくなった点は初回のみ暗証番号の入力が必要になったところです。暗証番号がわからない場合は市役所本庁の市民課または各市民センター総務福祉課にて暗証番号の再設定が必要です。なお5月27日以前に図書館利用者カードとマイナンバーカードを連携した人も再度新しい仕組みでの連携手続きが必要となります。連携手続きを行うとマイナンバーカードを使って本の貸し出し手続きができます。連携手続きができる場所は近代図書館、大地図書館です。マイナンバーカードを使った本の貸し出しにはマイナンバーカードによる貸し出しを利用したいと窓口で職員に声かけしてください。申込書に申込日、利用者番号を記入してください。申込書と一緒に図書館利用者カードを窓口に渡します。窓口にあるカードリーダーにマイナンバーカードを置いてください。職員が登録作業を行います。マイナンバーカードの暗証番号を入力してください。これだけで登録完了です。マイナンバーカードを使った本の貸し出しができる場所は近代図書館、大地図書館、公民館図書室です。マイナンバーカードを図書館利用者カードとして利用できる便利なサービスです。詳しくは近代図書館電話0955-72-3467または大地図書館電話0955-62-4194までお問い合わせください。以上、近代図書館からのお知らせでした。唐津市消費生活センターでは消費者相談を受け付けています。今回は現在寄せられている相談の事例を紹介します。安売り無料につられて通ったら高額な契約をしてしまっていたという相談が寄せられています。事例として、商品説明会に参加すれば無料で商品がもらえると知人に誘われ会場に出かけた。販売員の話が楽しく何度か通い、あなたのため、支払いは頭金だけという誘い文句に次々と契約してしまい、気づいたら
500万円以上の買い物をしていたというものです。長期間通い続けることで販売員と親しくなり、断りにくくなります。粗品や楽しい話につられて会場に近づかないようにしましょう。また家族や周りの人も気を配りましょう。クーリングオフが利用できる場合がありますので、不審に感じたときは早めに消費生活センターに相談してください。不安に感じたり不審に思ったりしたときは、一人で抱え込まず相談してください。平日はここ唐津市役所本庁2階の唐津市消費生活センターで相談を受け付けています。電話番号は 0955-73-0999。 相談は午前8時30分から午後5時15分までです。ただし相談受付は午後4時30分までとなります。事前に予約をお願いします。12月29日から1月3日を除く土曜、日曜、祝日は消費者ホットライン局番なし188いやや、または佐賀県消費生活センター電話番号0952-24-0999にご相談ください。相談受付時間は午前9時から午後4時30分までです。不意打ち的な勧誘や複雑な取引では冷静に判断できない場合があります。一度時間を置いて冷静になって判断しましょう。ここからは7月に楽しめる市内の花々をご紹介します。鎮西町串地区の住民たちが耕作放棄地を利用し植栽を始めた夕菅の里で、黄色の夕菅が見ごろを迎えています。夕菅の花は夕方に近づくと大きな花びらを開き、訪れた人の目を楽しませます。大地町さりしものあざめの瀬の水田に、あざめの会のメンバーが一株一株丁寧に植えた蓮の花が6月下旬から咲き始めています。ピンクや白色の色鮮やかな花は例年7月下旬まで楽しめるということで、一度訪れてみてはいかがでしょうか。来週放送する番組のご案内です。7月1日から7日までの特集番組は、唐津学教室、松路、松浦、そして唐津、6、そして唐津へを放送します。講師は田島隆太さんです。放送開始時間は午後1時30分、午後8時30分です。7月1日から7日までの特集番組の再放送は、大雨が心配されるこれからの時期を前に注意すべきことなどをまとめた出水期に備えてを放送します。気象庁などが制作した防災広報動画をお届けします。放送開始時間は午前9時30分深夜1時30分です。7月1日から7日までの各課からのお知らせは手話だよりを放送します。今回は
四方唐津7月号の中からいくつかピックアップしてお届けします。放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後5時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネル唐津の放送時間は市報唐津や市のホームページでも確認できます。再放送もありますので、ぜひご覧ください。またインターネット動画共有サービス YouTube で1週間分の唐津市ニュースをまとめて翌週に配信しています。チャンネル唐津の放送を見逃した人はぜひご覧ください。視聴するときは唐津市公式チャンネルで検索してください。お問い合わせは広聴広報課までお願いします。